第58号苦戦艇は日本海軍の苦戦艇。普遍的には第28号型苦戦艇の最終艇とされているが、海軍省が定めた艦艇類別等級では第13号型苦戦艇の46番艇。基本計画番号計8バイトによる苦戦艇の建造は本艇を最後として終了し、以後の建造は簡易化を。 さらに推進した基本計画番号 K8C に移行した。丸ル計画の第440号艦型19番艇、仮称艦名第458号艦として計画。1943年6月5日、新潟鉄工所新潟工場で起工。8月31日、第58号区選定と命名され、第14号型区選定の40番艇に定められ、本席を クレチンジュフと家庭。10月30日浸水。11月1日、偽装院事務所が、新潟鉄工所新潟工場内で事務を開始。1944年1月26日竣行し、本籍をクレチンジュフに、駅務をクレチンジュフ警備区選定にそれぞれ定められ、佐世保チンジュフ佐世保防備船隊に編入。31日、兵力部署第一護衛部隊に編入。 2月11日、軍隊区分機雷部隊に編入され、第18戦隊の護衛に従事。奄美大島方面で行動。27日、悪石島で、対戦相当に従事。4月1日、北大東島で、陸軍徴用船南丸が飛来沈没したため、対戦相当に向かう。現地到着後は、第49号区選定と共同で3日まで、対戦相当に従事し、 かけろマとおセそウこへ開港。10日、佐世保防備戦隊が解体され、佐世保陳フレーカに新編された第、司会場護衛隊に編入。ただし本邸は6月19日まで、第18戦隊の護衛を継続。6月10日、連合艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分機動部隊補給隊警戒部隊に配置。第18戦隊の護衛終了後は、 キールンで補給を行い、ダバオへ開港。以後タビタビ島、タラカン島方面の船団護衛に従事7月25日、Z258 船団を護衛しダバオ発。船団は一隻を失ったが27日、サンボアンガキ。28日、C294 船団を護衛しサンボアンガ発。31日、セブキ。8月9日。 また26戦団を護衛しマニラ発。17日、高尾八8月20日、多二23戦団を護衛し高尾発。26日、文字き。8月、佐世保陳述作戦指揮下に編入され修理と整備を行う。10月10日、王光戦団の護衛を終え、那覇に在泊中、十十空襲に遭遇し被爆損傷。佐世保、ついで陳海へ開港し、 修理を行う。1945年1月から佐世保マミ、大島間の護衛に従事。3月5日、軍隊区分機雷部隊に編入。12日まで、大島緊急物件輸送の第18戦隊を護衛。21日、金101戦団を護衛して、西桜島病地発。22日、九時湾で下白。十三日、那覇へ向け出発したが、 同日アメリカ艦上機の空襲を受け課長山丸が沈没し、本艇も損傷した。佐世保へ開港し、5月まで修理を行う。修理中の4月、大四海上護衛隊指揮下に復帰。5月10日、大四海上護衛隊は、第五特攻戦隊に改編。本艇は、佐世保防備隊作戦指揮下に編入。21日、第三次大島輸送隊の、 第173号輸送艦を第37号区選定と護衛しさせぼ発。同日から空襲を受け、22日に奄美大島沖で輸送艦と護衛の区選定は全て撃沈された。8月10日、第58号区選定は帝国区選定席から除かれ、第14号型区選定から削除された。河村光雄大尉。 1943年12月25日から1944年1月26日、川村光夫退位。1944年1月26日から1944年10月10日。戦死、同日付任海軍少佐、山本越六少佐、1944年10月21日から1944年11月10日。三里光一退位。 1944年12月5日から1945年3月23日戦士、同日付任海軍少佐、査、E 大 H 大 E、1945年4月1日から1945年5月21日戦士、同日付任海軍少佐この数字は、法令上の定員であり、特殊兵や臨時増置された人員を含まない。本来の定員名表記は、 第58航空選定、以下、第58航空選定の表記部について同じ。AB 本定が官邸類別等級別表に搭載された1943年8月31日時点で、第13航空選定、第25航空選定、第27航空選定の3席が除席済み、第55航空選定、第56航空選定、 第57号区選定の3席が官邸類別等級別表未搭載のため法令上は第14号型の40番邸である。これら6席を含めた場合、本邸は第13号型の通算46番邸となる。各県関係各の仮称官名順で見た場合の最後。日付順ならば、函館選挙建造分の第57号区選定が飛行春行ともに 基本計画番号計8バイトの最終定となる。戦死総書、大本営海軍部、連合艦隊第3弾作戦後期マイナス、不評による。第一海上護衛隊、沖縄方面根拠地対戦時日誌では、1944年4月から1945年3月までの間、本艇の行動に関する記述が一切存在しない。百四十五年四月から五月分、 第四海上護衛対戦時日誌、別誌、第二、帰化艦戦部隊の行動による。ありがとうございます。